なんかそのポジティブを与えれるセラピストってこう、うん、すごく大事なんだなって本当にすごい本当に思ったんですよ。それほら、はい、脳を癒してるよね。あ、そう、そうです、そうです、ね、だからその癒し方の順番もなんかあるんだなっていうのを研究して分かって、僕一回すごくネガティブになってすごい辛いことがあった人、僕じゃなくてね、僕じゃなくてその人がすごくネガティブな辛いことがあって本当に結構どん底で、はい、まあ、自殺ぐらいを考えるぐらいのどん底の人に言われた一言があって、うん、そこからちょっと施術の方、カウンセリングの方を変えたんですけど、うん、川上さんはすごくポジティブで明るいと、うん、だからネガティブな時は眩しくて見れないって言われたんですよ。おつまりそういう時に僕無駄に全部多分そういう人が相談来た時に、いや大丈夫だよ余裕だよとかっていけるっしょって感じだったんです昔、うん、そしたらその人からしたらネガティブな人って明るすぎたり共感ができないんですよ、うん、だから変えたんですよ、そのカウンセリングの方法というかその心を癒す方法を変えたんですけど、うん、まずはもう吸い取んなきゃ、その施術もそうだしあのデトックスもそうだけど悪いものがパンパンな時にプラスの気って入らないんですよ、うん、だから一旦吸おうと思って、吸うの？そう、まあでもそんな感じですあ、もう話をひたすら聞く、あ、それは吸ってるのね、吸ってるんですよ、うん、で共感して、まあ、ミラーリングっていう、こう心理学でいうとこう体のミラーリングもあるんですけど、感情のミラーリングをするとその人の感情にもう全部自分がなって、うん、全部吸い取っていくんです、その人になったつもりになって、あ、それ辛いなとかで感情をミラーリングしていくと出てくるんですよ、うん、ネガティブがどんどん奥底の、え、その人の患者さんの、うん、お客様の毒が出てくるんですよ、うんうん、実はこうでこうでって、で感情のミラーリングをしてどん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 ネガティブを吸い取った後ってポジティブ入るんですよ。へ、それが分かっていきなりポジティブでこう、いや大丈夫でしょよいしょってやっちゃうと眩しくて見れなくなっちゃうんで、一旦その人の立場になって共感してミラーリングして、うん、まあ、エンパシーっていう共感力を使ってうわーって吸い上げた時に、僕もともと超ポジティブなんで、うん、ここであの共感力強すぎてポジティブじゃない人ってなんかいわゆるもらったになるんですよ、うんうんうん、よく手から気を吸ってもらっちゃって自分の体が重くなったりネガティブになったりする人いるんですけど、僕そこでポジティブ転換変えちゃえれるんですよ。そのネガティブも僕だったらこうポジティブに考えるっていうので変えた後に、全部出し切った後って表情がちょっと変わるんですよお客さんの。でそこでいやでも〇〇さんってすごいですよねって、こうこうこういうの耐え切ってこうやってっていうのでポジティブな言葉をもうひたすら入れまくるとストンって入って、なんかもう来た時と帰った時って表情が違うんですよ。でその人って僕の施術をおそらく受けに来てないんですよ。もう話聞いてもらいたかったり心が病んでて来てくれる人とかがいるので、なんかそのポジティブを与えれるセラピストってこう、うん、すごく大事なんだなって本当にすごい本当に思ったんですよ。それほら、はい、脳を癒してるよね。あ、そう、そうです、そうです、ね、だからその癒し方の順番もなんかあるんだなっていうのを研究して分かって、うん、明るすぎると眩しいっていうのが、うん、分かったんですよね。なるほど、はい、今回ね、アメリカに行ってね、はい、あの要はハワイ大学の医学部で勉強してるだけじゃなくて、はい、いろんな人に会ってきたんですよ、はいはいはい、でなんかまあカウンセラーをされている、カウンセラーというかね、うん、困った人たちを面倒見てる人がいて、はい、でその先生とお話をしてたことする機会に恵まれて、はい、いろいろ話を聞いてたの、はい、でそしたらね、要は真の自分っていうのは、はい、なかなか見せない、自分すら分かってない、あ、ね、だから、はいはいはい、なんていうかそのこうでなければいけないっていうふうに言われるとあのまあ自分の中で納得もあったりして、あ、こうなんなきゃダメだな、はい、なぜなら自分にはこういう悪いところがあるからだって言ってやるというのは自己否定なんですよ、うん、おー、はいはいはい、自己否定は最後の最後まで顔を見せないっていうふうに言ってたね。はいはい、あ、一番最後なんですね。そうだから、そうこうじゃなきゃいけないんだよって言われて、はいはい、あの無理やりそれをガシャってこう変えさせられたとかっていうのは自己否定になってるから、うんうん、なんかそのそこからいいものが生まれるわけがない。なるほど、なるほど、うん、だから例えば、はい、チャンピオンみたいにね、はい、あの タクト先生みたいにならなきゃいけないって思っているのを強制されたりすると、はいはい、自分じゃダメなんだ、じゃあタクトさんみたいにならなきゃダメなんだっていうふうに思い始めて、あ、それはネガティブなの、自己否定、はいはい、自己否定ですもんね。ね、なんだけど、うんうんうん、タクト先生みたいになりたいって憧れはまた別で、はい、あー、なるほど、憧れはいいのよ、憧れは、はい、OK なんですね、ポジティブな見方なの、まあまあそうですよ ね、明るい、うん、はい、
だからお前はタクトさんみたいになれないんだよって言われた時に、あ、じゃあタクトさんみたいになろうと思うのは自己否定だから、あ、ネガティブになっちゃう。これね、もうね、紙一重。そうですね、表裏一体というか、ね、もう紙一重ですね。紙一重。そう。いや面白いです ね。いや憧れと自己否定の。自己否定。自己否定は最後の最後までもう根底にあるものだから、なかなか出てこないのよ。はい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 。でなんで自分がそういう風にネガティブになっちゃうんだろうってことも分かんない。あ、そっかそっか。それをはいではいではいでやっと出てくるのが根底だから。はい。なかなかね、初対面でそこまで行くのが難しいんですっていう話だったね。あ、そっか、初対面だとそうですよね。こうしよう。はい。セラピストさんは、はい、もっともっとこう解剖学だとか運動学だとかそういう生理学とか、はい、興味を持って、うん、学ぶのも増やした方がいいかもしれない、はい、これは余計なお世話だけど、はい、ね、いやいやいや絶対大事です、まあ、はい、ね、なんだけどカウンセリングの勉強することによって、はい、余計パーフェクトに近づくんじゃない？これ。いや、そうですよね。ね、そこもあったら心を癒せるってなりますよね。うん、あなたのネガティブは何なんだろうっていうところまで入り込めたら、はいはい、いや完璧ですね。完璧だよね。パーフェクトですね。だってか解剖ね、セリアから全部分かってて、筋肉の分かってて、施術もできて、リラックスもさせれて、心も癒せれるってなったらもう最強ですよね。最強ですよ。いや最強、学ばなきゃ、うん、いやそうですよね。やっぱ日々学びだなって思いますよね。こう、うん、やっぱすごい人と、まあ、ケンさんとこうお話して、すごい人とお話するとなんかこうハッとさせられることって多分これ見てる方とかも多いと思うんですよ。でそれでハッとした時に動いてこう勉強したりだとか、まあね、経験したりとか、お客様にそういう目線で見れるようになったらまたね、新たな気づきがあって違う世界がまた開かれますもんね。うん、そうそう。いや、それが面白いですよね。ワクワクしますよね。興味持たないとね、はい、学んでやろうかなっていう気にならないし、うん、まあそうですね。ね、それが経営元っていうなんかうざいおじさんが、ね、解剖学学んだ方がいいよとか言うから、仕方なしに学ぶっていうとまた自己否定になっちゃう、ね。そういうことですよね。ね、そういうことそういうこと。やっぱり、ね、ケンさんみたいになりたい、ケンさんみたいに自由で、ね、本当にこう海外飛び回って皆から尊敬されて、こういう人になりたいってなった時に、そういうキャラじゃないから俺もう。いや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 、だってファンの人めちゃめちゃいますから。もう本当にさっき施術じゃないわ、僕スクールやらせていただいたんですけど、もう生徒さんがキャーでしたから、ケンさん来るんですかって言って こうしてました。どの部屋ですかみたいな。いや本当にね、いや、まあ、本当にこういうことですよ。いや、ね、気持ちよくしてくれるんですよ、いつも。いやいや、違う、これ本当にリアルにです。後で写真も見せ、本当にね、言ってたんですよ。ありがとうございます。で、もうちょっと言っときますって言っときました。ちゃんとゲンさんが来たら言っときますんでって。ありがとうございます。そうなんですよ、はい、だからやっぱりね、この彼女のは憧れですよね、ポジティブな、うん、だといいですよね。そうです、そうです、はい、ケンさんにならなきゃとか、そういうこう自己否定ではなく、ケンさんのブログをずっと見てて、本当に自由で憧れててってなって言ってくださってたんで、だそういうポジティブな憧れで前に進んでいけるとやっぱりすごくいいんだなって、今日僕は勉強させていただきました。それポジティブに前に進もうと。